こんにちは、ホタルグサです。今日はディップフラワーですね。こちらでチューリップの花を作っていこうと思います。それでは早速ですね、28番ワイヤーの白い紙の巻いてあるものですね。こちら手芸店で買ってきました。はい、こちらをですね、白いゲージですね。こちらに通しまして、こんな感じでね、ちょっと。花らしくフリルをつけて、そして片方ですね、片方をこうしての引っ掛けて輪を作るような感じですね。通してこんな感じでね、やってあげると広い面積でもこのちゃんとね膜がつきます。これを花びらの小さい方として、合計で3枚ですね作ってください。そしてもう一つはちょっと大きい花びらですね、外側のものなんですが、こちらで作って、同じようにフリルを作って、で先端部分ちょっとへこませて、そこに引っ掛けるような感じでワイヤーをかけます。そしてあとは根元でねじる感じですね。こんな感じです。チューリップのね、花びらをイメージして、カーブもこの時気をつけてつけた方がいいです。ちょっと今回私ね、あんまり考えずにささっと作ってたんですけど、後でちょっと苦労したので、チューリップの花びらもうちょっと丸み帯びてるんで、その辺をねつけておいた方がいいと思います。葉っぱですね、3本ぐらい今取りました。こちら26番ワイヤーですね。そしてこんな感じで葉脈をちょっと綺麗に揃えながら、あ、ちょっと取れちゃったので、もう一回くるくるよくねじってから、そうですね、そして外側の1本ずつですねだけこうフリルをつけます。こんな感じですね。はい、そして葉脈を揃えて、で外側にこうフリルがくるようにねするんで、先端ちょっと外れやすいので気をつけましょう。よくねじっておきましょうね。で葉っぱを作りますが、今回これかなり大きい葉っぱになってしまったので、もうちょっと小さめに作った方がね、最初のうちはディップしやすいと思います。結構苦労しました。こんな感じで、あ、まず小さい缶の方だと入らないんでね、たくさん入ってる方の缶の量じゃないとディップできないと思います。こんな感じですね。そして今回つぼみもねちょっと作ってみようかなと思って、こんな感じで3本ぐらいでですね、球体を作ってかぶせ付けをしようかなと思ったんですが、これちょっと1回ね失敗しちゃったんで、もう1回ね2本で作り直したりとかもしたんで、まあこんな感じでさっきの葉っぱと同じように半分ぐらいに覆って、でくるくる回して先端にして、で根元をちょっと膨らませつつ根元をねじって留めるという感じですね。別ワイヤーでね、この先端の部分をこの閉じてしまうという方法もあるんで、あんまり取れるようだったらそうしてもいいと思います。こんな感じでねじります。そしてからつぼみらしくちょっと広げましたが、完成品はねこちらではないものにちょっとなってます。これねうまくねちょっとリップがねできなくて、結構難しいんですよね、この円を作ってかぶせ付けするんですけれども、これが難しいですね。はい、とこんな感じで花と葉っぱとつぼみの準備が完成しました。花びらそれぞれ3枚ずつでお願いします。そして、おしべとめしべのところですね、これはおしべの方ですね、こちらがこんな感じで3回回して先端をこんな感じで、先端だけちょっと膨らますような形で、で、あとは開いて根元はちょっとキュッと閉じている感じですね。はい、こんな感じです。ではディップをしていきましょうかね。今回は
鼻の色をどれにしようかなってことで、こんな感じですね、花びらをやっていますが、こんな感じでね、先端を入れてから上に上げるような感じでライトピンクでしたね、やってます。そして葉っぱはちょっともうライトグリーンとかリーフグリーンに入らないのでとりあえずクリアでディップします。本当はこうしてこの上に先端を上げたいんですけど、なかなかうまくディップできてなくて、あ、そうですね、こう上げて切るような感じ、何回かちょっとやり直してますね。これくらいならなやり直しが効くのでやってみてください。でかぶせ付けもちょっとね悪戦苦闘してました。結構ね大きいのでつぼみが、まあ、こんな感じでなんとかって感じですね。そして透明でディップしたこちらのおしべの方ですね、マニキュアをちょっとつけてのり代わりにして粉ペップをつけます。先端部分ですね、はい、こんな感じです。では強化液をつけていきます。しっかりねこの時切ってくださいね、ポタポタと落ちてしまうので、はい、こんな感じです。そしてつぼみはちょっと薄黄色のマニキュアで根元の方を塗っておきましょうかね。この時先に強化液つけておいた方が膜がねしっかりするんで、失敗なら2回ぐらいね強化液つけても大丈夫だと思います。つけて乾かして、つけて乾かしてという感じで置きましょう。はい、こんな感じです。根元はフローラーテープで巻いておきましょう。そしてこれですね、普通のモールなんですけど、モールをフローラーテープで巻いたものを、めしべにして、こう周りをおしべを2本でこう囲う感じですね、にしてフローラーテープでこちらもねじってから巻きます。こんな感じですね、くるくると巻き留めてください。で形を整えて完成です。あとはこれを中心にして花を巻いて留める。最初は小さめの花3枚で巻き止める感じですね。この時本当花の形がもうちょっと閉じたような感じにしたかったんですけど、随分開いたチューリップになってしまって、今回今直してますが、こう多少ならね直せるんですけど、やっぱりねディップする前にある程度形は作っておいた方がやりやすいです、なんかチューリップというよりクロッカスとかその辺の別の花になってるような気もしないでもないんですが、まあ今回初めて作ったんでね、チューリップちょっと難しいなという印象です。バラとかの方がねその点多少あのごまかしが効くんですが、結構ねチューリップって皆さん知ってる花なんでね、結構イメージがあって難しいですね。こんな感じで外側の大きい花3枚もちょっとずらしつつまとめて形を整えていきます。もうちょっとね本当閉じてる感じが良かったんですけどね、だいぶ裂いちゃってますね。そしてフローラーテープで巻いていきます。この時ねちょっと細かったので茎の部分ですね、こちらをこう花を整えた後ですね、細めのストローをこうしてグッと巻いて、でテープで留めていきます。テープは2回ほど巻きつけましたね、はい、こんな感じです。で葉っぱの方はねいつも使ってるあの、水性ホビーカラーのクリアーグリーンで着色しました。で巻いてこんな感じですね、完成です。ここまでご視聴ありがとうございました。またよろしければチャンネル登録お願いいたします。